それではですね、これから、はい、モーションビルダー 7.5 エクステンション2と、今紹介ありました FBX2009.1 について、紹介とデモンストレーションをしていきたいと思います。これからご紹介するのは FBX2009.1 というバージョンになります。でそもそも FBX って何ですかといった方もいらっしゃるかと思いますので、簡単に説明していきたいと思います。FBX というのは、ファイルのフォーマットになります。俗に中間ファイルフォーマットで、今現在最も広く使用されている 3D のデータを交換するフォーマットになります。でこちらは 2D だけ、3D だけではなくですね、 2D のソフトウェアアプリケーションの方に渡すということもできます。で弊社ではですね、 MAX マヤモーションビルダーと、あとですね、それらの製品の他のアプリケーションの方にデータを渡したいという形にもできます。それはですね、例えば自分でアプリケーションを作ってますと、その自分のアプリケーションのデータを何らかしらの理由で MAX に持ってきたいという場合は、こちらの SDK 開発キットですねも無償で提供しております。それのですね、オペレーティング OS のシステムは Windows、iLix、MacOS または Linux の環境で使用していただくことができます。でこの FBX ファイルフォーマットなんですけども、コンバーター使って、OBJ ですとか、3DS、コラダというものに変換することもできます。でまたですね、無償の FBX ビューアーなんですけれども、QuickTime 7、使っていらっしゃる方、また使ってない方はちょっと、ダウンロードしていただいて、でさらにですね、FBX プラグインをダウンロードしていただくことで、クイックタイムの中でですね、作ったデータをプレビューすることができるということもできます。データはですね、基本的にメッシュですとかカメラ、キーフレームアニメーションで、コンストインなんですけども、ちょっとこれはマヤモーションビルダー間だけなんですけども、いくこともいきます。あとテクスチャーですとか、その他ですね、主要なデータは変換、行き来することができます。でこちらがクイックタイムのプラグインですね。クイックタイム開いて、で FBX ファイルをクイックタイム上から開いてという形ですね。こちらは後でご紹介していきます。で最新バージョンが 2009.1 になります。こちらは5月の26日弊社の FBX のサイトでダウンロード開始になりました。これもですね、いろいろと変更点などもあります。で一番やはり大きいところはですね、バグフィックスが多いかと思います。約50を超えるバグの修正に対応しているという形になっております。でこういったですね、FBX なんで使っていただきたいかと言いますと、ここからご紹介するモーションビルダーのですね、ファイルフォーマットになっております。今からご紹介するのは、FBX を返しまして、MAX からデータを書き出してモーションビルダーでアニメーションをつけていこうというところをご紹介していきます。モーションビルダーは、テーマがあります。キラーアニメーションブレイクネックスピードといった形でスピードをとにかく重視しております。膨大なデータですとかアニメーションが大量にある、ジオメトリメッシュが、かなり高解像度になっている、そういったものでもリアルタイムで再生するということができます。で、ワークフローとしましてはこんな感じになります。モデル、背景、スキニング、キャラクターセットアップは MAX でやりましょうと、FBX 使ってそのデータをモーションビルダーにどんどん持っていきましょうと。でアニメーターはその中で、例えばモーションキャプチャーのデータを、利用する、もしくは自分でゼロから作っていく、さらにはですね、カメラのアニメーションなどもそこで決めてしまうといったことをですね、もうアニメーションに集中してできる環境を提供するというソフトウェアになっております。でそれらのデータはすべて MAX の方に再度、データだけですね、アニメーションの部分だけを持ち帰るということもできるようになっております。